デイビッドとネイさんが話してるってことはきっとケイトのことかな。それともレイチェル？盗もうとするなよ、俺の宝くじで。別に興味ないわね。億万長者になるぞ。誰も宝くじを盗まないでください。時間を巻き戻さなくても、このダイナーは昔のまんまだ。おはようございます。いつでも寮に行けそうな格好ですね。そいつは無理な話だ。この町はもう昔のように魚が取れねえ。そんなに変わったんですか？すっかり変わり果てちまったよ。俺が町一番の漁師だったのは大昔の話だ。船は？バリハイって船だ。生活は苦しいがまだ手放しちゃいない。昔の名残ってやつだな。この町は魚がよく取れるって。昔は魚の方から船に飛び込んできたもんさ。プレスコット家が港の権利を買い取るまではな。この町はプレスコット家のもの同然。そのうち町の名前もプレスコットベイに変えられちまうかもな。面識は？漁師の間じゃ有名さ。ろくなことしない連中だよ。気を落としても仕方ねえ。魚たちがバリハイを呼んでいる。老漁師は死なず、ただ生臭いのみって言うだろう。もっといろいろ聞きたいけど急いでるので、たくさん釣れますように。この間の汚い RV 車がある。おい、よせ。吠えるんじゃねえ。あの人も犬もなんだか気味悪い。私の助言なんて誰も聞かない。喋ってる暇はねえ。俺は億万長者だぞ。この宝くじが見えねえか。バスが来たら換金しに行くんだよ。
何か困ってます？まあね、もうバスは来たのかしら。ネットの時刻表が使えないの。私はスクールバスで来たばかりですけど、路線バスも止まるはずですよ。ああ、ほっとしたわ。この面接には遅れたくないの。バスでニューポートまで行かなきゃ、再就職の口もないなんてね。景気悪いんですか？いいように見える？ここじゃ家賃も稼げないわ。うまくいくといいですね。ありがとう、頑張るわ。おいしい朝食の匂いとフォークやナイフのカチャカチャいう音、13歳の頃に戻ったみたい。どうも。ああ、ごらんよ、若さあふれる女の子だ。あんた高校生かい？ええ、ブラックウェルの生徒です。あんたは若いが頭が良さそうだ。私はブラックウェルや町のことなら何でも知ってるよ。この町に住んで長いんですか？そりゃあもうこの町の変化とともに生きてきたんだ。何があったんですか？そりゃいろいろあったさ。人生は一歩足を踏み外すだけで転がり落ちるもんだ。ダメな男と結婚してせっせと貯めた金を騙し取られ、家を失い、今はこのざまだ。お気の毒に。この町を出たことは？どこへ行けってんだい？この霧が私を守ってくれる。たとえ住む家がなくともアルカディアベイが私の故郷さ。このダイナーのジョイス・プライスは知ってますか？自分の家族よりも世話になってるよ。あんたくらいの歳の不良娘がいる。旦那はろくでなしだが。デイビッド・マドセンですね。一度私に仕事を探せなんて言いやがった。せめてジョイスには優しくしてるならいいけどね。プレスコット家について教えてほしいんですけど。諸悪の根源さ。町のために尽くしてくれた時期もあったが、ずいぶん昔の話だ。今じゃ町を牛耳ってる。あの家の人間に脅されている子がいて。だったらあんたが守っておやり。プレスコット家が相手なら警察も当てにならん。あんたの学校だって奴らのもの同然だ。もう行かなきゃ。さよなら。こんにちは。どいてくれないか。見えないだろ。私がどかないと見えないんですか？嫌な言い方しやがる。ジョイスみたいだな。おばさんみたいって。偉そうで生意気だ。お前みたい。少し失礼じゃないですか？こっちは2トンもの硝酸を運ぶために夜通し運転した末にやっと朝食にありついたとこなんだ。窓の外を眺めながら静かに食いたいんだよ。分かったらどいてくれ。
どれも美味しそう。トレバー。よう、マックス。そういえば寮で俺のこと見たって？うん、デーナの部屋から出てくるとこ見ちゃった。さっきジャスティンにも言ったんだ。こいつもデーナを狙ってたから。ジャスティンの反応は？すげえ怒ってたけど大丈夫。隠し通すことも無理だしさ。じゃあまた授業で。あら、おはようお嬢さん。とってもいいお天気ね。きっと今日は素晴らしい一日になるわよ。朝食を楽しんでらっしゃい。さて、お昼の KB7 ニュースでは昨日の雪について検証していきます。晴れた午後に突然降り出した謎の雪に街の人々は驚きと喜びをあらわにしていました。番組内では気象学者への取材、そして雪に反応する人々の楽しい映像もお届けします。キモい。久しぶりだね。すっかり綺麗になって元気にしてたかい、マックス。おばさん、また会えて嬉しい。変わらないね。ウェイトレスをやる以外取り柄なんてないからね。今でも美人だって意味。口がうまいね。昔から利口だった。うちのクロエにも見習ってほしいよ。あの子ったらまた揉め事を起こしてね。知ってる。クロエが義理のお父さんにぶたれたって。そりゃクロエからしたらデイビッドは悪者だけどね。本当は違うんだよ。いい人なんだ。ただ、うん、おばさんが結婚した人だもんね。でもあまりクロエを責めないで。マックスが戻ってきたんだ。これでクロエも少しは落ち着くだろう。クロエなら大丈夫だよ。クロエとおばさんが大変だった時に電話もしなくてごめんなさい。今じゃ家族はシアトルで、私は街で一人ぼっち。罰が当たったね。謝ることはないよ。あんたは前に進んだのさ。ウィリアムが死んで私もそうした。でもクロエは今でも納得してない。とにかくまた顔を出しておくれ。あの子には友達が必要だ。ウィリアムおじさん亡くなったんだもんね。私も寂しいよ。ありがとう、マックス。思い出だけでも十分なんだよ。クロエは分かってないけどね。クロエは分かってるよ。ただ時間が必要なだけ。おばさんは大変だろうけど。どこまでやりゃ気が済むのか。退学、家出、タトゥー、ピアスに真っ青な髪。はあ、今は義理の父親に反抗してばかりだ。気持ちはわかるけど。クロエが何か言ってたのかい？
メールでデイビッドにぶたれたって。あの人も後悔してる。ちゃんと罰を受けるさ。でもクロエも悪いんだよ。デイビッドは戦争でもう十分苦労した。彼なりにクロエや生徒たちのことを気にかけてるんだ。だからって大人が子供を殴ってもいいの？いいとは思ってないよ。でもデイビッドは二度と手を挙げないって誓ったんだ。きっとそのうち家族になれるさ。今は時間が必要なんだよ。その通りかもね。さて、肝心なことを忘れてたね。注文は何にする？最後にここでベルギーワッフルを食べたのは13歳の時だっけ。久しぶりに食べたいな。すぐ持ってくるよ。ベルギーワッフルを一丁お願い。ベルギーワッフル一丁上がるよ。おいしい朝食を待つ気分って最高。おい、ビールとベーコン頼むよ。ここはダイナーだ、バーじゃない。酒ないのか？もう十分飲んだようだね。ベーコンにしときな。できたよ。酒がないって一体どんな店だよ。注文だよ。お腹の鳴る音が響いてるよ。さあ、お食べ。よだれが出そう。しかし大人になったもんだね。クロエの写真なんか見てると。あら、噂をすれば。感動の再会は済んだ？またただ飯を食べに来たのかい？あんたのつけだけで家が買えるよ。今日は私のおごりだから。バカ言わないで。クロエを助けに戻ってきてくれたんだ。サービスしとくよ。余計なお世話だよ。昨日の今日でよく言うよ、この子は。また始まったよ。もう軍曹とママのダブル説教は聞き飽きた。嫌ならその呼び方をやめな。あんたはベーコン1枚で十分ね。二人とも変わらないね。もううんざりだよ。なんだこのひどい曲。さて本題だけど、力のことを教えてくれよ。教えるもん何も。あの巨大な竜巻を見た理由だってわかんないし。だからあれは夢だってば。それより実際に見せてよ。私だってよくわかんなくて。とにかくやってみてって。ほら。じゃあクロエのポケットの中身を全部言い当てるよ。投資までできるのか。何でもありだな。いいよ、やってみて。車のキー。簡単すぎるだろう。じゃあどんなキーホルダーだ？パンク少女っぽいドクロのキーホルダーかな。おいおい、惜しくもないぞ。それじゃあ種明かしにポケットの中身を見せてやるよ。まったく全然ダメじゃん。ちょっと信じてたのにさ。全部よし、一個ずつよく見て。クロエの持ち物を覚えなきゃ。
これじゃポケットの中身を当ててみせるよ。オッケー、いつでもどうぞ。ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。じゃあ本数はわかる？7本ある。タバコの本数がわかる能力、面白い。すごいじゃん。他には何が入ってる？車のキー。簡単すぎ。かわいいロボットパンダのキーホルダー。当たり、やるじゃん。結構悪運が強いんだな。他には？お金かな。そりゃいくらかはね。金額は？86セントどうだ、お金持ちだろ。やるな。次は？駐車違反の切符。さすがだな。じゃあ切符を切られた時刻は？午前10時34分。やるね、大当たりだ。マジかよ、首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。本当なんだな。クロエ、テーブルから物をどけなさい。はいはい。料理はどうだい？昔より美味しい。そりゃあよかったよ。餓死するとこだったよ。そうだね。にしてもさっきのはやばかった。もっと見せてよ。明らかに超能力って感じのさ。未来を予言してあげる。マジかよ。これから店の中で起きることを全部覚えておかなくちゃ。クロエをびっくりさせてやるんだ。またマグ終わったのかい。まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った？このバカ野郎、叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。やっとまともな曲が聞ける。さっきのゴミみてえな曲に比べたらずっとマシだ。このジュークボックスもついにガタが来たかね。何もたもたしてるんだ。これから30秒くらいの間に起きる出来事を4つ予言してみせるね。トラックの運転手がマグを割っておばさんが怒る。それでその次は？警察官に無線が入って車に乗ってる相棒が彼を置いてっちゃう。なるほど、それは見ないとな。ジャスティンとトレバーが喧嘩しておばさんが止める。面白くなってきた。次は？ゴキブリが歩き回ってジュークボックスが暴走する。そんなバカな。とりあえずどうなるか見てみるか。またマグ終わったのかい。さすがママ。おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った？当たりだな。ガキが悪さでもしたか。このバカ野郎、叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。チワ喧嘩みたいだな。ジュークボックスのゴキブリまで当たった。偉大なるマックス様、お見それいたしました。この力はおもちゃじゃないんだよ。ちゃんと考えて。何言ってんだ。だってさ、誰かをぶん殴ったって
時間を戻すだけでなかったことにできるんだぞ。はしゃぎすぎ。私にもいたずらしたんじゃ。何もしてないよ。まさか本当に時間を巻き戻せるなんて、いろいろ試さなきゃ。時間ないよ。マックスがそれ言う？ちょっと鼻血出てるよ。ほじりすぎた？おい大丈夫か？興奮しすぎたかも。クロエがあまりにもはしゃぐから。こっからが本番じゃん。もっと見せてよ、いい場所があるんだ。私に任せなって。はいはい、わかりました。どこへでもついていくよ。今はおしゃべりする気分じゃない。大量の朝飯を腹に収めてるとこなんだ。話は終わりだ。三皿目もいけそうだ。まだ一皿目だろ。まだ腹に余裕がある。冬眠前の動物みたいだな。準備はいい？早く行くよ。出なくていいよ、今はそんな場合じゃないだろう。ほらママに捕まる前に行かないと。同級生のケイトからだ。なんだよ、私には一度も電話しなかったくせに毎日会う同級生には優しいんだな。よくわかったよ。電話に出ればいいじゃん、別の連中とつるむよ。ケイト、どうしたの？おい、私はほったらかしかよ。うんうん、絶対に約束する。信じて。宿題でもやって気を楽に。今話してもしょうがないから後で電話するよ。なんだよ、ケイトといる方がいいなら好きにしな。バカ言わないで、クロエと一緒にいるから。まあいい、行こうぜ。私のせいでクロエとおばさん喧嘩してたな。遅いぞ。なんかやるたびに怒られてる気がする。だったら怒られるようなことしなきゃいい。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね、クロエにぴったり。しかし親友と再会できた上超能力者になってるとは。すぐ元に戻るかも。だから今のうちに遊ぶ。その銃、デイビッドから盗んだんでしょ？この町の住民はみんな武装してるの？危険な奴がいるからこそ、私も銃を持つんだよ。そんな革命家みたいに言われても。マックスの力こそ革命だよ。だから使い道を見極めなきゃ。飲む？いらない。お子ちゃまだな、全然変わってない。よし、やるか。まず空き瓶を5本集めてよ。飲みながら？危ないよ。大丈夫だって、空き瓶を5本な。よろしく。思ったより重いかも、うん、瓶その1を発見。あと4本。
もう。これであと3本。クロエとレイチェルの歴史が刻まれてる。レイチェルのこともっと知れそう。レイチェルソング、クロエ私にも作ってくれるかな。悲しくなるな。あと2本、5本見つけるのも一苦労だよ。あと1本だ。ボトルハンターマックス、この秋公開。さて、瓶をクロエ様に渡さなきゃ。ご苦労さん。またもう一本。本当にやる気？一発も外さず全部の瓶に当てる。そこでマックスの出番だ。よし、どこを狙う？まず撃つとこ見せてよ。もうちょっと右。了解であります。見たよ。やべえ、上がる。よし、2本目だ。よし、どこを狙う？まずはそのまま撃ってみせて。もうちょっと上かな。よし、命中だ。見てろよ、姉さん。やばいな、これ。よし、次はトリックショットだ。どこに打とうか。マックス、どれを打つ？あそこの古いコンピューターのモニターはどうかな。よし、リブートさせてやる。リブート。
よし、リッ。あそこの青い板は？気に食わないから撃つ。あの錆びたドラム缶に穴開けてみよう。よし、ドラム缶だな。吹っ飛ばしてやる。マックス、どれを撃つ？左にあるホイールを撃ってみて。ホイールだな、オッケー。やっべ、才能あるね。最高に楽しい。満足した？まだまだ、もっとすごいのに挑戦しよう。それじゃあ、あの廃車を使ってみるのはどう？で、どれを撃てばいい？左のタイヤを撃ってみて。了解、車輪よさらば。決まったな。マジ信じらんないよ、スーパーヒーローみたいだ。よし、今度はマックスの番な。ちょっと待って、また鼻血、大丈夫か？ちょっと気分が悪いかも。マックス！したよ。気分はどうだ？うん、平気だよ。ありがとう。ちょっと休めば大丈夫。刺激が強すぎたか？そんなことないよ。正直楽しいかも。危険だし怖いけど、でも楽しい。治ったら言ってくれ。この力、体への負担が大きいな。元に戻ってよかったけど、とりあえずクロエと話そう。よし、今度こそマックスの番な。やっぱりやめとこうかな。何言いこぶってんだよ。まったくガキじゃあるまいし。大丈夫だって、私がついてるから。ほら、やってみろ。いや、悪巧みの最中か。銀行でも襲う計画かな？失せろ、フランク。なあ、こいつは失礼。邪魔するつもりはなかったんだ。銃声が聞こえたもんだね。火遊びとは微笑ましい。ガキの頃を思い出すぜ。一緒にすんじゃねえよ。同類だよ。お前も金に困ってる。俺からクソほど借金するぐらいな。あ？金は返す。みんなそう言うんだ。返すあてもねえくせによ。お前、何隠したんだ？見せてみろ。そのブレスレット。うるせえ、ダチからのもらいもんだよ。てめえには関係ねえ。だが、それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ？言っただろ、もらったんだよ。ふざけんな、盗んだんだろ。今すぐ返しやがれ。それ以上近づくと後悔するぜ。下がれ、切り刻まれてえか。やめて。やめないと撃つから。おいおい、やめとけよ。どうしたんだ？撃ってみろよ。笑かすぜ。まったく飛んだ茶番だな。いい獲物だ。これで利子は帳消しにしてやるよ。いいか、残りは金曜までに用意しろ。出なきゃもらったこの利子で取り立てるぜ。それじゃあ仲良くな。どうしてくれんだよ。ごめん、体が動かなくて。
姉さんに襲われたらどうすんだ。クソ親父からもう一丁盗むのはさすがに無理だぞ。に向けたのなんて生まれて初めてだったから怖かったの。分かってる。